車軸より後ろに搭載されるポルシェ911のエンジンタトラ T87。近代的リアエンジン車の講師といえるリアエンジンとは自動車、航空機において価格スペースより後方にエンジンを搭載する方式。自動車ではエンジンの重心が後車軸中心より後ろにあるものを指す。20世紀後半以降バス車両の駆動方式の主流として定着している。 自動車でも分野によっては、ミッドシップ配置も、講義で、リアエンジンに含めていることもあるが、この記事では、基本的に、ミッドシップに相当するものは含めないものとする。リアエンジンのフィアット500自動車においては、黎明期から19世紀の原始的な自動車では、前輪を相打輪とし、後輪を駆動輪とする、役割分担において、自然な配置として、 リアエンジンはしばしば見られるものであった。しかし、回転軸を90度曲げることのできる傘歯車、駆動トルクに耐えうるプロペラシャフトジョイントなどが揃うと、排気量の拡大による性能向上を目指して大きく重くなる一方のエンジンを前に置き、そこから後輪を駆動する配置がエンジンの搭載性、軸重の均衡化、操縦安定性など有利な点が多かったことから、 多用されるようになり、リアエンジンは一旦捨てれた。リアエンジンの最高は1930年代以降である。ドライブトレインを後部に集中させて最小限にまとめることができ、軽量化と室内容積の拡大を図れるパッケージングとして、主に小型乗用車から採用が始まり、日本では軽自動車にも多用された。またスポーツカーの一部にも採用例がある。 大型乗用車や高級車向けのレイアウトとしては、ほとんど普及しなかった。乗用車用としては、操縦安定性や、ラゲッジスペース確保などの面で、課題も多く、1960年代以降、小型車では、フロントエンジン、前輪駆動の配置にとって変わられた。21世紀初頭現在では、一部のスポーツカーや、特殊な商用車に主として用いられるのみである。 後輪駆動の自動車ではエンジンの自重を駆動輪にかけることができるためトラクションの点では有利であるが重心やヨーイング軸から離れたリアオーバーハングに重量物のエンジンが配置されることは運動性でミッドシップエンジン車やフロントエンジン車に安定性ではフロントエンジン車に劣ることまた排気管長やマフラー容量が十分に取れないため出力の面でも 不利となることなど大きなデメリットがある。特に運動性ではサスペンションジオメトリやバネ定数など他の多くの要素との組み合わせにもよるが横転を起こす危険がある車があった。なお前輪駆動のリアエンジン車は構造上全くメリットが存在しないためフォークリフトや一部の利体車両などを除き世界的に見ても採用例がない。ベンツベロ。 エンジン保格動型は座席下の後輪周囲に集まっており着座位置が高いガソリン自動車が発明された初期には動力伝達のための技術が未熟で駆動輪である後輪資金にエンジンを搭載する必要からリアエンジン方式にあたるレイアウトを取った自動車がほとんどであった最初のガソリン車とされる1888年のダイムラー車ベンツ車はいずれもリアエンジンであり その後1 9 0 0年頃までリアエンジンは自動車の主流であった。ドイツでベテラン機と時代分類されるこの頃のクラシックカーでは多くの場合乗客たちは5車軸上に搭載されたエンジンのさらに上に座席を設けて登場していたようなもので当時の自動車の後輪の多くが体型車輪であった影響もあって重心は高くなった。これを克服するため 1891年にフランスのパナール・ルバス・ソールが車体前方にエンジンを搭載して後輪を駆動するパナールシステムと呼ばれるフロントエンジンリアドライブ方式を考案して低重心化と操縦安定性の向上を実現しさらに同じフランスのルノーが1898年にプロペラシャフトを介して効率よく後輪を駆動するダイレクトドライブを開発したことで FR 方式の優位性が確立される。この結果、市場の体制は1900年代中期までにより、高性能な FR へと移行し、重心が高く、不安定なリアエンジン方式は一時忘れられた技術となった。全ンダップのための試作車、ポルシェタイプ12タト,トラ T77 の、ドライブトレインメルセデスベンツ170、H フォルクスワーゲンィトルフォルクスワーゲン1の、 シャーシとボディ FR 方式は構造や操縦安定性の面で無理のないシステムではあったが1910年代以降の自動車の発達過程でプロペラシャフトの重量や低消化の妨げとなるフロアトンネルのスペース振動とそれによる騒音は顕著な問題として表面化してきたまた自動車の大衆化に伴う小型軽量化と低コスト化の必要性から 効率の良いパッケージングの追求が模索され、ここから第一次世界大戦後、プロペラシャフトを排した自動車を開発する機運が生まれる。フロントエンジンフロントドライブ方式や、ミッドシップエンジンディアドライブ方式の研究が始まったのもこの頃であるが、同様にエンジン資金の車輪を駆動する方式として、リアエンジン方式も再認識されるようになる。当時、 自動車車種の改良により独立喧嘩機構であるスイングアクスル式サスペンションが実用化されこれを利用してトランスミッションとディファレンシャルギアを一体化したユニット構造のトランスアクスルが暗出された結果従来の固定車軸車よりも低重心のリアエンジン車の設計が可能となった前輪駆動で必須とされる旋回時の駆動力をスムーズに伝えることのできる 高速ジョイント機構が実用水準に至っていなかった当時、プロペラシャフトの省略を目指した技術者の多くは、より障壁の低かったリアエンジン方式での自動車開発を進めた。同様に後輪を駆動し、トランスアクスルを用いるミドシップ方式よりも実用車で重要である客室容積を格段に広く取れ、エンジンアクセスにも優れる面がリアエンジンの大きなメリットであった。 当時のミドシップ方式は、エンジンサイズの制約ゆえにホイールベース間のスペース消費を避けられず、整備性にも問題を抱えていた。近代型リアエンジン車の車種レイアウトを最初に、具体的な設計として示したのは、ウィーン工科大学の一学生に過ぎなかった、ベラバレニーである。まだ20歳にもなっていなかった、この若者は、高年自動車設計者として大成するが、 1925年時点で、大学での研究テーマとして、空冷水平対向4気筒エンジンを、リアオーバーハングに搭載し、トランスアクスル及びバックボーンフレームと組み合わせた4輪、独立喧嘩の合理的な乗用車シャーシを着装し、才能の方がを伺わせていた。ただし、この時代のバレニーはまだ実車を製造するまでには、至っていない。同時代には、 流線系ボディの研究も進展し、ェッペリン社出身の下、航空技術者、パウル・ヤーライによって1920年代前半に考案されたヤーライ流線系が、フロントエンジン車の車種を利用しての顕著な実験結果により、空気抵抗を減少させて、性能を高めるという第二次世界大戦以前の古典的流線型乗用車のコンセプトの基本となった。 前端を丸め、後端に長く、尾を引いた、ヤーライ流線型は、リアオーバーハングにエンジンを搭載するのにも適していた。1920年代後半以降、これを無限化しようとする企画が、ドイツやチェコスロバキアなどで立ち上がってくる。1931年から翌1932年にかけて、フェルディナント・ポルシェの設計になるチェンダップのための、リアエンジン試作車。 タイプ12が3台製作され、これ以降、ドイツとチェコスローバキアで、リアエンジン方式の量産乗用車が出現する。その講師は、タトラの主任技師であるハンスレドビンカによる1934年の T77 であろう。そして1936年には、メルセデスベンツの 170H、1938年には、KDF バーゲン、後のいわゆる、 フォルクスワーゲンタイプ1が発表される。メガバイト 170H は若干市販されたものの、増加施策の息を出ず、VW の本格量産は、第二次世界大戦の終わった1945年からとなる。なお、フォルクスワーゲンでは、民生用に先駆け、KDF バーゲンを軍用車両に設計変更した、キューベルワーゲンとシュビムワーゲンを量産している。自動車市場、 ポストヴィンテージ機と呼ばれる、この時代に出現したリアエンジン車は、バックボーンフレーム構造などで合理化された車種に、機能的な流線形ボディと四輪独立喧嘩を携え、むしろさらに未来のモダンエイジを象徴する存在であった。ベテラン機の原始的リアエンジン車とは、完全に断絶した新しい自動車だったのである。スタウトスカラブ GMC トランジット。 全長のほとんどが客室として利用された近代的リアエンジンバスの格子大型乗用車ヨーロッパでリアエンジンの研究が進められていた1930年代当時アメリカ合衆国では一般的な乗用車の分野でリアエンジン方式が研究されることはほとんどなかったそれらはわずかな例のみで試作に止まっているオランダ人技術者ジョンジャーダが アメリカで1931年に開発した大型リアエンジン試作車、スター・ケンバーグはそのコンセプトがパトラに影響を与えた可能性があったがアメリカでスター・ケンバーグのコンセプトが市販自動車に課かされたのは流線型ボディの要素のみでリアエンジンで追随する例はなかった一方アメリカでは技術者ウィリアム・スタウトが1935年別のアプローチから リアエンジン方式を応用し、全く新しいコンセプトのモノスペース車を開発した。現代のミニバンの始祖とも言うべき流線型試作車、スタウトスカラブである。航空機や鉄道車両のような発想を取り入れ、流線系のモノスペースボディを備えた、この車は流線系リアエンジンで先行した、ジョン・ジャーダが実車デザインに携わっており、フォードの部位があった8気筒エンジンを車体後部に、 搭載することで広い室内容積とレイアウトの自由度を得ていた。ただしこの着想もすぐに活かされるまでには至らず、スカラブが量産化されることはなかった。ミニバンクラスのリアエンジン車両でこの種のアイデアを巧みに実現し、量産化して成功した最初は1950年発表のフォルクスワーゲンタイプ2が講師と言える。以降も同種の手法は ヨーロッパや日本の小型車での事例が主となった。大型バスアメリカでは、さらに大型のバスでリアエンジン方式が活かされることになった。大型バスは20世紀初頭以来、トラックの派生とも言うべきはしごフレームのボンネット型が主流で一部にエンジン上まで客室として利用したキャブオーバー型もあったものの、主流とは言えなかった。それらに勝る優れた機能性、 広い床面積と大きな車内容積合理化された駆動システムをリアエンジン方式で実現したのが1940年にゼネラルモーターズによって発表された新型バス GMC トランジットであるフレームレスモノコック構造の軽量で床の低い車体、車体最後端に横置きされたコンパクトながら強力なデトロイトディーゼル製ユニフロー装置ディーゼルエンジン これにやはり横置き直結され、車体中心線から変更搭載されたトランスミッションと、それらより前方に位置する5車軸を車高したプロペラシャフトで結んで駆動するアングルドライブ方式を組み合わせた優れたパッケージングが、この全く新しいバスの成功の要因であった。第二次世界大戦後の世界各国のバスにトランジットの発想は受け継がれ、リアエンジン方式は 現代に至るまで、大型バスにおける主流の駆動方式となっている。日本の文献では、富士重工業の前身の一つである、富士自動車工業が1949年に、民生産業の次世代の民生、コンドル号から採用されており、これは GM からのライセンス供与であることが公表されている。日本の実情に合わせた開発こそ、富士、 民生の自社技術によるものとはいえ、発想の根本自体は、決して、オリジナルとは言えない。富士号についての文献で、GM 製リアエンジンバスに触れていないものは、日本メーカーを商用するために、都合の悪い GM の存在を無視しているともとれる。ポルシェ356本格的なリアエンジン、スポーツカーの講スタトラ603から2、1955から75年生産。 リアエンジン大型車で重量バランス確保のためフロントオーバーハングが大きいプロペラシャフトがなくエンジンから駆動輪に至るまでのドライブトレーンが車体の一端に集中したリアエンジン車の構造は極めて合理的であり重量を軽減しながら客室内に広い居住スペースを確保することができたそのメリットは特に小型車で顕著であったタトラやホルクスワーゲンでの技術的成果は 各国の自動車技術者に刺激を与え、第二次世界大戦後になると1946年発表のルノー 4CV を皮切りに、ヨーロッパの多くのメーカーがリアエンジン方式の小型車を開発するようになる。日本のリアエンジン乗用車では、1958年のスバル360が自国開発による最初の成功例と言えよう。ラジエータースペースの問題や軽量化のため、 リアエンジン車には空冷エンジン車が多かったのも特徴的傾向である。小型車にリアエンジン方式が採用されたことはスポーツカー分野にもリアエンジンを普及させる一因となった。もともと小型スポーツカーには小型乗用車のシャーシやコンポーネントをベースにして製作される例が多く、 車体形状の自由度が高くしかも軽量なリアエンジン方式のメリットがスポーツモデルに活かしやすかったからである。その代表例は1948年のポルシェ356に始まるポルシェ各社、そしてフィアット600系リアエンジン大衆車をベースとした多くのイタリア製小型スポーツカーであろう。なお、大型乗用車でリアエンジン方式を一貫して長期継続したのは 世界でもタトラのみである。同社は1934年のタトラ T77 以来、東側ブロック崩壊による民主化、チェコスロバキア解体後の1998年に T700 の製造中止で乗用車の生産から撤退するまで一貫してリアエンジン乗用車を製造した。そのモデルは 1700cc 級の T97。 2000cc 級の T600 タトラプランの2種の中型車を除くと一貫して 2.5L から 3.5L 級の空冷 V 型8気筒の大排気量車であった。これはチェコスロバキアが戦後共産圏に入って西側諸国のトレンドとの関係が希薄化したことと計画経済化の国策で大型乗用車メーカーに指定されたタトラが在来技術のキャリーオーバーで 技術開発を進めたことによるもので技術的ポリシーがガラパゴス化した中での奇妙な進化であった。近現代でリアエンジン車がその国における最高級大型車と言うべき位置づきにあったのは世界でもチェコスロバキアだけである。大型リアエンジン乗用車開発を起とした事例としては他にアメリカ合衆国のタッカーが1948年に 発表した 5.5L 級の得意な大型車、タッカーとピードが挙げられるが、思考的に数十台を製造したのみで頓挫している。シボレー・コルベアモンザ1964年モデル。パッケージングとデザインは優れていたが、操縦安定性の問題を内在していた1950年代中期以降、アメリカ合衆国にはヨーロッパ製の小型乗用車が多く輸入され、特に セカンドカー需要の分野でアメリカメーカーのシェアを参色し始めていた。これに対し先行して小型車分野に転身していたアメリカンモーターズに続き大型車主力のビッグ3も1950年代末期からアメリカ車としては小型の2000から 3000cc クラスの小型車開発に取り組むようになる。このコンパクトカー開発に際して ビッグ3の谷社と AMC は、水冷直列6気筒搭載の FR レイアウトという堅実で無難な設計を用いたが GM だけは独自路線を取った。空冷水平対向6気筒のリアエンジン車、シボレー・コルベアを1959年に発表したのである。レイアウトからは当時アメリカでよく売れていたフォルクスワーゲンタイプ1の影響が明白であった。 コルベアは洗練されたスタイルと斬新なメカニズムで市場にアピールし、その当初大きなヒット作となったが、サスペンション設計とそのセッティングに根本的問題を抱えており、走行中の旋回で横転事故を起こしやすいという危険性を内包していた。この欠陥を消費者運動家のラルフ・ネーダーが指摘し、危険な欠陥者として急断した。だが GM はコルベア問題に、 適切な対処を行わなかったばかりか、ネイダーの身辺を調査して、彼の活動を抑えようとする古息な対抗手段が、露見したことで帰って、スキャンダルをこじらせ、大きく信用を損なった。コルベアは1968年に製造中よされ、以後 GM はリアエンジン乗用車を製造しなくなった。コルベア騒動の過程で、リアエンジン車の操縦安定性に関する疑念が、大きく。 クローズアップされた。もともと乗用車クラスのリアエンジン車は、オーバーステア傾向が強く、フロントエンジン車に比して、直進安定性に劣る嫌いがあるため、重量配分や、サスペンションセッティングに配慮が必要である。この問題は、小型リアエンジン車でも無視できないものであるが、大型になればなるほどさらに厳しくなる。1950年代以前には、ジャッキアップ現象を起こしやすい。 古典的スイングアクスル方式のサスペンションがリアエンジン車に多く用いられていたため、旋回需要点リスクの欠点は特に顕著となった。コルベアはこれらの問題に関する配慮が足りなかったために欠陥者の悪評を被ることになったのであるが、その余波は他のリアエンジン車にも及んだ。アメリカ市場のリアエンジン車はコルベア以外すべてヨーロッパからの輸入車で、 大型車は存在しなかったのであるが、それでも、フォルクスワーゲンをはじめとする、リアエンジン車の多くが、危険ではないか横転しやすいのではないかと疑念を持たれるようになってしまったのである。またリアエンジン車には、操縦安定性以外にも多くの克服しがたい、弱点があった。客室とエンジンルームとの隔壁面積が大きく、車音、車熱面でも不利であったが、 実用上の最大の問題は、ラゲージスペースが不足することであった。フロントセクションは、前輪の走行のため、ホイールハウスやステアリングリンケージにスペースを取られ、トランクとして利用するには、容積や形状の面で、フロントエンジン車のリアトランクには及ばなかった。特に、エンジンルームが、加湿容積や床形状に大きく影響を及ぼす商用車ではさらに、不利となる。 リアエンジンのワゴンやバン、トラックもあるが、絶対的な積載溶石や積載性ではやはり、フロントエンジン車にかなわず、また、車音、車熱の問題をさらに大きくした。リアエンジンの場合、水冷エンジン車は、エンジン冷却対策に問題を抱えていた。後部ラジエーターとすると走行風を有効活用できず、かといって、フロントにラジエーターを置くと、 冷却水の配管が長大になりすぎることや、もともと少ないトランク容積をさらに圧迫する難があった。リアエンジン車に多い空冷エンジン車は、冷却面の制約をクリアできたにしても、今度は騒音課題と暖房能力不足という別の難があった。水冷式、フロントエンジン車であれば、上に上げられたリアエンジン車特有の問題は生じず、 車体後部の設計改変によるバリエーション展開も容易である。多くのリアエンジン車メーカーが将来的なフロントエンジンへの移行を考えるようになったのは無理もないことであった。シボレーコルベアと相前後して1959年に発売されたイギリス BMC のミニが小型全輪駆動車の普及の可能性を大きく広げた。全輪駆動車で常にネックとなっていたのは 等速ジョイントの精度と耐久性だったが、ミニで駆動輪用に本格導入されたバーフィールドッパジョイントがこれを解決したのである。しかもミニは直列4気筒エンジンを横置きにするという合理的設計でドライブトレーンを極めてコンパクトなものに仕上げた。それ以前からヨーロッパではシトロエンやアウトウィニオンなどが前輪駆動への系統を見せていたが、 耐久性に優れた等速ジョイントの実現はそのまま、全輪駆動方式のさらなる飛躍を意味していた。果たして1960年代以末には、ヨーロッパの主要な自動車生産国のメーカーで、全輪駆動方式の大衆車開発が急速に、盛んとなったのである。等速ジョイントの性能、品質改善はさらに進んだ。バーフィールド社の原案による、リファレンシャルバー向け等速ジョイントの、 ダブルオフセットジョイントは、バーフィールドと技術提携していた東洋ベアリングの手で、1965年にスバル専用として実用化された。これによって、前輪駆動車に必要とされるデフ側、車輪側双方の等速ジョイントが完全に実用水準に達したのである。この頃から、それまでリアエンジン車を作っていたメーカーの多くは、リアエンジンモデルの新規開発を控え、 既存リアエンジン車の改良で延命を図る程度になった。もはや開発の軸足が前輪駆動車に移っていたのである。1969年にイタリアのフィアットから発売された128はエンジンと変速機を直列に配置したジア交差式前輪駆動を採用したが低コストで前輪駆動を実現できることから以後の多くのメーカーがこのレイアウトに追随し 前輪駆動への流れは決定的となった。たとナノナノの後部、床下エンジンルームリアエンジン車の代表とも言える、フォルクスワーゲンタイプ1が前輪駆動車ゴルフ発売に伴い、1978年にドイツ本国での生産を終了したのは、リアエンジン乗用車の時代の終焉を象徴する事件であったと言えよう。その他のヨーロッパや日本の主要メーカーも、 旧式なリアエンジン車を延命するように生産していた事例が少数見られたが、いずれも1980年代前半までには生産を終えている。21世紀初頭、小型から中型のリアエンジン車の系譜を維持し続けているメーカーはスポーツカーメーカーでリアエンジンであることが911のアイデンティティにまでなっているポルシェとモノスペースを追求した超小型車カテゴリーに属する。 スマート、たタ,タ、ナノ程度に止まっていた。かつてスバル360に代表される、リアエンジン軽自動車を多く生産したスバルが2012年まで生産していた、リアエンジン車は、軽トラックとワンボックスのサンバーであったが、スバルは全ての軽自動車を、ダイハツ工業からの OEM に切り替え、軽自動車の生産から撤退した。一方、中型以上のバスでは、 トラックとコンポーネンツ多数を共用したモデルや、超低小型の特殊車における一部事例を除けば、床面積を最も有効に活用できる手法として、世界的にリアエンジン方式が現在に至るまで標準レイアウトとなっている。2014年には、ダイムラー・トルノーの提携により、スマートフォー・フォートルノー・トインゴが車種を共用した、RR レイアウトのコンパクトカーとして発売された。これには、 エンジンのダウンサイジング技術の発展が大きく関与しており、エンジンを小型、軽量化することで前後重量配分を MR と同等にしている。居住性についても FF であった全モデルに比べ車体サイズをそのままに、室内前後長を大幅に向上させることが可能になった。これは、これまでフロントエンジンが取っていたスペースを室内前後長として加えることができたためである。 電気自動車においては、パワートレインによる重量の偏りから解放され、ホイールインモーターを含めて、モーター搭載位置の自由度も高く、後輪駆動も選択肢となり得ており、2020年に発売された、ホンダ E も RR レイアウトを採用している。レシプロエンジン動力による、プロペラ機の時代には、胴体後部にエンジンを後ろ向きに搭載して、後方向きプロペラを回転させる例が少なからず、 存在した。この種の推進式と呼ばれるレイアウトは単発機に見られたが、プロペラの回転スペースを確保するため交尾を総動式にする必要があるなど、一般的な前方範囲エンジンの原因式に比べるとデメリットが多く一般的ではなかった。第二次世界大戦後にはセスナ社の総発プロペラ機に交尾を総動とした直列型総発の事例があるが、 例外的なものである。戦後のジェットエンジン時代になると、エンジン搭載の制約は、プロペラの大直径から、エンジン本体の直径にまで縮まり、搭載位置の自由度が高まった。その気になれば胴体外面に、直接、ジェットエンジンを取り付けてしまうこともできるようになったので、ある。世界初のリアエンジン旅客機、ュドカラベル世界初のジェット旅客機で、 イギリスで開発されたデハビランドコメットは、ジェットエンジンのコンパクトさを生かし、主翼の中にエンジンを搭載した、非常にスマートな外観を特徴としていた。もっともコメットのレイアウト自体は、主翼にエンジンを装備する、レシプロ旅客機の着装から大きく飛躍するものでは、なかった。同時期、フランス政府は、自国での中型ジェット旅客機の開発を急いでいた。その結果、 デハビランドとの契約により、コメットの設計の一部を流用することで、主ドカラベルを短期間で開発した。カラベルは、ジェットエンジンのコンパクトさを最大限に活かし、客室後の胴体両側面にエンジンポッドを装備した。その結果、世界初のリアエンジン式ジェット旅客機となったのである。同時期、アメリカをはじめとする各国の大型ジェット輸送機、爆撃機などではエンジンをよくかに、 パイロンで吊り下げる手法が採用され始めていたが、リアエンジンではこれに比べ、重いエンジンを翼で支えずとも済むことから、主翼設計の自由度が向上した。また主脚を短くしつつ、エンジン搭載位置を高めに確保できるなど、特に中、小型機で多くのメリットがあった。胴体に寄り添う形で、エンジンが搭載され、エンジン自体の全面投影面積が見かけ上狭い、ことから、 翼化エンジン機に比べ、バードストライクが比較的少ないことも長所であった。カラベルが技術的にも商業的にも成功すると追随者が現れた。その後1970年代にかけ、欧米やソ連の旅客機メーカー、製造者は、総発、3発のリアエンジン大型ジェット旅客機を多数開発した。1960年代には、 イギリスのビッカース VC-10 やソ連のイリューシンイル -62 のような当時としては大型の4発リアエンジンの機体まで出現している。4発リアエンジンの VC-10 その後ジェット旅客機の大型化が進みエンジンも大型化、大出力化すると必ずしもリアエンジン方式が有利とは言えなくなってきた。 前後の重量バランスを取るための制約が増え、また胴体に近すぎるエンジンが騒音の原因になるという問題もあった。性的な重心位置が後寄りとなるため、ボーイング727の貨物型やダグラス DC-9 では、中期中に尻餅をつくことがあり、中期中の支柱を装備している機体もあった。 1960年代中期に開発されたボーイング737は開発がリアエンジン式ジェット輸送機の盛んな時期であったにもかかわらずエンジン搭載位置が高いことによる整備のしにくさを嫌ってあえて翼げ時期付け方式としていた。1980年代以降ジェットエンジンの大型化が進みかつての3発機は愚か4発機をも代替できるほどの大型。 大出力走発機が実用化されたが、それらのターボファンエンジンはもはやかつての中型旅客機の胴体ほどにも太くなり、よくかつり下げ方式でなければ搭載が困難なほどに巨大化した。このため、近年大型旅客機ではリアエンジン方式は過去のものとなりつつある。リアエンジンリージョナルジェットの小型機、CRJ200 一方、 コミューター路線向けのリージョナルジェットや企業、符号向けの自家用機ビジネスジェットと呼ばれる小型ジェット機が1960年代以降に出現したが、それらはよく価値上報の低さによるエンジンレイアウトの制約から必然的にリアエンジン方式を使わざるを得ないことが多く、一般的なレイアウトとして定着している。リアエンジン方式のビジネスジェットの先駆でもあり最も、 有名なメーカー、リアジェットから、このタイプのジェット機をすべて、リアジェットと呼ぶ語用があるが、旅客機をすべて、ジャンボジェットと呼ぶような語用である。なお、日本では、L と R の混同から、この語用が著しい。なお、一部技術者は、明確に使い分けるため船舶に習って、後部エンジン配置機を、アフトエンジン機、アフトジェット機と呼ぶこともある。 後部にジェットエンジンを置くと、水平尾翼を通常の位置とした場合に排気流と干渉するため、アオン機では T 字尾翼、超音速機では後部動体下部とするなどして、水平尾翼を排気から避けた位置に置くことがもっぱらで、ある。垂直尾翼を挟んだエンジン配置のソ連空軍ツ -22。ありがとうございます。